さあここまではまだシーソーです。ハイパス送っていってまでよ。ここはそしてその佐藤大輔外を放っていてリューチュアルシーン、そして一気に入ってくるアレックス・ミス、レイアップ決める。このシーン、リューチュアンシンのこのディフェンスから一気に速攻、そして残り時間少ないところから最後アレックス・デイビスが2点をショットクロック2点に放っていったんですが、杉本圭入ってくる、杉本そしてここは決めてきました。今に大津がいます。アレックス・デイビス、デイビスから木田隆明、木田回り込んで木田ジャンパー決まる。木田これが2投目は決まりませんでした。今日15得点。さあそして杉本のスピード、引かぬせず押し込んでいった、ブランドンアシュリー振り向いてここは届きません。アシュリーです。アシュリーこのステップからレイアップで決めていきます。ブランドンアシュリー、木田ハードンラインを確認して杉を狙って決まる、スリーポイント。さあ同点に追いつくには至りませんでした。依然アルティールリード、杉本キックアウトから木田ウィングからスリーポイント決まる。この前田ボールを取る、前田亮が今度パスを送ってコーナーからスリーを狙って決まる、杉本圭というこの中盤です。1点差リードはアルティール、リードのアルティーリ、杉本また入って切り込んでいって決める。さらにエンドワン、杉本このステップからの、さあ逆にアルティーリがチャンスを迎えてここパードン入って決める、デレクパードン。さあさらに差を広げるチャンスを迎えたアルティーリ、アウダがついている、アウダ弾かれてここさらに決める、大塚優斗。さあそして決めていく、突き放すチャンスを迎えていて残り4分になりました。大崎ブロックして、しかし決めていきます。ブロックを、そしてアレックス・デイビス、さらには杉本送っていってダンク。その流れを変えたのがこの杉本。